しいペペロンチーノが食べたいんじゃということで、私ライズアップで減量期間が終わりました。おめでとうございます。減量が終わって増量期に入るんですよ。でやっぱり増量期になったらまずはじめにみんなのペペロンチーノが食べたいと。仕方ないですねやっぱ一番ね恋しくなるのはこの3人が作ったペペロンチーノですよ。なので今回は3人に作ってもらいます。で僕が食べて誰が作ったペペロンチーノか当てます。昔からさ一番得意なのペペロンチーノが言ってるよね。ケケロンチーノ。ケケロンチーノケケロンチーノ前に食べてもらった時に、うん、すっごいリアクションに困る味を作ってしまったんでそん時のトラウマがあるんですよね俺ねあれね。で渋谷もよくペペロンチーノ作ってる。まあケケロンチーノね俺も。あケケロンチーノなんだ。俺のじゃないですかケケロンチーノ。もうあーなるほどね。舞台側はもう言わずもがな、もう料理は得意ということで、まあもうだいぶみんなの料理を食べてるんで分かると思います。なので今回は絶対当てます。これ当てらんなかったら恥よ。当てらんなかったら罰ゲームなんかしますよ。前回パスタを持ってました懐かしいなそれ。いやでも大丈夫です、当てますよ。今回は僕は別室で配置してます、はい、で奥にカメラやってもらって、はい、それでは楽しみにしてます、はい、みんなのペペロンチーノ作る順番もぜひ皆さん決めてください。つけつけ今すぐつけ引っ込みで持ってきていますよいやちょっともうイヤホンして絶対わかんないようにしてきます。はい頼んだです。はいか。じゃあ、はいはい、順番決めていきますか。じゃあどうします。まあじゃんけんで勝った順とかにします。じゃんけんで勝った順にしますか。はい、じゃあいきますか。はい最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ1番いい。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ2番でで3番じゃあ作っていきましょう。はい、はい、頑張りましょう。ということで一番手は私 KK が作らさせていただきます。指を切らないようにそれだけ注意して作り切りたいと思います。俺喋ってんですよ。野生の動物が映り込むみたいな。撮影してんの。撮影してんのじゃない。やばいおじさんじゃない。テレビテレビじゃない。やばいおじさんだまあということで下準備していきたいと思います。じゃあまずニンニクからめっちゃ細かいのとちょっと粗めのを作るっていう。なるほど。一個はすごく細かく切っていてもう一個は割と粗めに切ってって感じですかね。そうだね。ペペロンチーノなんてねイタリアで言ったら本当スードみたいなもんって聞いたことありますんでね。一番シンプルなパスタ、親しみの深いパスタ、それがペペロンチーノ。すごい喋るけどスードみたいなトークですね。具なし具なしトーク。今日はアスパラをねちょっとトッピングとして。じゃあ玉ねぎこれ半玉ぐらいでいいかな。手際がいいですね。ありがとうございます。食感の邪魔ならんようにちょっと割と薄めで切っていきます。なるほど。はいじゃあちょっとここでフライパン火入れます。これ中火ですね。オリーブオイルたっぷり。オリーブオイルをケチったらペペロンチーノは美味しくない。ねえ兄ちゃん。うん、ほら兄ちゃんもそう言ってるわ。兄ちゃんの教えだったら味近づいちゃうじゃん。鷹の爪入れちゃいます。おお油が温まらないうちにってことですか。そうです。へえ。これ鷹の爪あの種が一番辛いんでそれはちょっと抜いておきましょう。なるほど。おこれで鷹の爪入れまーす。はーい。ここにもニンニクも入れます。なるほど。はい結構ニンニクたっぷり入れますね。たっぷり入れちゃいましたね。じゃあパスタ入れていきます。はい塩は入れた。あ、塩入れてない。ナイス危なおっくん、ナイス。さすが、できる男。うん、よし。これ茹で時間が4分なんで、3分で揚げたい。ペシル、タイマー3分かけて。おー。ありがとう。いらんいらん。そしたら玉ねぎ炒めていきます。はい。アスパラも入れちゃいます。彩りも良くなりましたね。ね、パスタっぽくなってきたでしょ。今のとこ調子いいわ、段取りが。うわこれは楽しみだ。僕の塩を忘れないでください完全に忘れとった。自分が全部ちゃんとできとるってことだよそしたらもうこれ、湯切らずにこのまま入れていきます。おお。こっちの茹で汁もソースとなっていくんで。はい、そしたらここで混ぜていく。おお。そしたらこれがソースになります。おー、佳境？佳境です。佳境ですよ。もう出来上がります。いい感じにできてると思います。で、最後エクストラバージンオイル、オイオイル。超うまそう。はい、ケケロンチーノ完成です。これはうまそう。じゃあ早速内藤さん呼びましょう。内藤さん、お時間です。うわー、かわいいですよ。あ、いい匂い。もうこっから匂いしてる。あ、めっちゃいい匂いする。いらっしゃいませ。うわー、なんだこれ。作った感のある2人と作ってない感を出す渋谷さん。これは演技だね。演技の可能性ありますね。いや、まだわからないですね。じゃあちょっと見てみましょう。
よし、じゃあまず一つ目ありがとうございます。特徴としてはアスパラが入ってる。シンプルめだね。まずシンプルで作るのは渋谷だと思う。余計なものはあんまり入れたがらないと思うんだよね。で逆にタイガはそれを見て、じゃあちょっと具材足そうって考えるはず。で KK はやっぱね独自の具材を使ってると思うんだな。渋谷で。いや食べて食べて。あれ見た目じゃなかった。食べていいですか。大丈夫ですよ。え大丈夫ですか。じゃあすいませんいただきます。牧場よかったな、タイガー。よかったっすね、自分だったら。ありがとうございます。特徴としては、オリーブオイルが強い感じで、鷹の爪も多め。わかんねえわ。1個目じゃわかんない。まあまあ、わかんない。まずはうまい。美味しい。何点ぐらいですか、ちなみに。何点ぐらいだろう。75点。そんな高くない。まあまあ低い。75点以上、国上なんだよ。なんで言ったら、奪ったら75点、まあまあ低いですよね。基準点、基準点としてね。基準点。まだこれだけ分かんない。じゃあ、2つ目お願いしていいですか。はい、はい、かしこまりました。はい、お願いします。続いて、ボクチンが作っていきたいと思います。ボクチン。まず、こちら、お湯2リットル入れてます。それに対して、塩はめちゃくちゃ入れていい。1リットルに対して、僕はだいたい大さじ1。結構多く感じるんだけど、これで味が決まるんで、ペペロンチーノは。へー。オリーブオイル入れます。はい、大さじ4かな。これは KK さんの時はなかったですね。さじは1回も出てこなかったです。で、ここにニンニク入れます。はい、ニンニクも切ってます。はい、結構多めです。馴染ませてから火つけます。弱火でね、いきます。緻密な感じがしますね。あんま緻密じゃなかったですね。はい、で鷹の芽入れていきます。はい、爪ですね。まあ大体2つまみですね。僕玉ねぎいつも入れてないんで、まあ、今回そのまま作ったらすぐ分かっちゃうと思うんで、ちょっとアレンジで玉ねぎ入れます。ちょっとだけね。これが吉と出るのか凶と出るか。はい、ここでゆで汁いきます。2杯入れます。うわ、なんか違うな、いつも。助けて、入れすぎたかもしれん、ゆで汁を。なるほど。ちょっとパスタ茹でます。はい、巻きながら入れることによって花が開くんでね。現代調和みたいな。すごい。3分後にタイマー。ありがとう言っといた方がいいですよ。バカや。ちょっと一回逃がそう。麺との合流を待つために。いや全然そうじゃないんだけど。すごい否定してくる。まあ乳化ですね。オリーブオイルとそのゆで汁をしっかりこう混ぜて、混ぜるとこれ白くなってくるんですよ、気持ち。ほら白くなってきたでしょ。本当だ。豚骨スープみたいな感じで。おお。完璧完璧ぺき北京原人。じゃあ皆さん一緒に、はい、9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、かけれた。3分5秒とかなってるから。ちょっと茹で上げます。はい、入れます。はい、おお完璧。はい、ということで渋谷ジャパンのペペロンチーノ完成です。ちょっと持っていきたいと思います。はい、ということでありがとうございます。2つ目ができてます。見た目はシンプルですね。玉ねぎでアスパラとかも入ってない感じで、ただニンニクがめちゃめちゃ多い。わかりました、今の反応を見て。お、誰ですか。タイガです。じゃあちょっといただきます。いただきます。うまおい、うまおい3本出ましたよ。これうまさによって変わるんですよ。1本、2本、3本、4本、5本と。3本じゃいまいちじゃん。いや、うまい。やっぱ違いわかるわ。今回は味かなり濃いめです。やっぱね、作る人によって全然塩加減で味が変わってる。ちょっと水分が多めかな、さっきのに比べると。わからん。難しそう。むずいなこれ。むずい。おっくん、手際よかったもんね。おっくん、さすが。やっぱさっきの反省化して。手がニンニク臭いっすわ。おっくんも作れんのか。いけんのか。どうですか、点数的に。語弊が生まれちゃうもん。全部うまいっす。これも、もう75点。厳しい。ただ、これはね、あー、わかんない。
渋谷じゃない気がする。渋谷だったらもうちょっとね乳化させてた感じだと思うんだよね。だからこれはね TK 兄弟どっちかな感じはするの。タイガっぽいかな。さっきのもタイガですよ。ほんとそう、さっきのもタイガ全部タイガ今のところ一つ目はオリーブが多め、二つ目はニンニクと塩味が強めって感じです。最後3つ目お願いしてもいいでしょうか。はい、お願いした。何プロぜもうこれ。いやでももう1枚目に言えばお金払っていいレベル、もう普通にレストランで出て美味しいレベルです。ありがとうございます。いただきましたヒント、ありがとうございます。じゃあ3つ目最後お願いします。はい、はい、やってきました。うわ、人の出番です。ちょっと渋ジャパさんに寄せ気味で作ろうかなと思ってます。俺もオリーブ4、大さじ4入れて、はい、ニンニクは3かけ分、はい、ちょっとぶち込みたいと思います。はい、あーいいですね。お、泡がだんだん出てきて、さあここら辺で他の爪も入れちゃいます。はい、そしてこっちでも麺も茹でる準備しておきます。なるほど。渋谷さんとの違いはもう茹でちゃうと。まず先茹でます。はいはい。で、俺はちょっとキノコを。おお、これはしめじとえのきですかね。茹で汁も入れます。はい、よいしょ。2杯。なるほど。はい、これ出してもらおうかな。段取りがいいなもう盛り付けのところまで考えて。よいしょ。ここでザバッと。はい、おお。はい、行けます。はい、うわー、いい。さあ、こんなところでしょうか。味見してみます。うまい。仕上げに塩をちょっと。うん、いいでしょう。おはい、盛り付けます。はい、早っ。一番早くね。ありがとうございます。今回早かったですね、茹で上がってから。私は手際がいいで、これだなにさせてもらってますね。で、これもじゃあパセリ。パセリ、はい、パセリを振ると。うわー、綺麗。はい、完成しました。タイロンチーノ。全然やばくない。ありがとう。3つ目、こちらキノコ入りですね。ちょっとテイスト変えてきてる。俺キノコ好きなんですよ。キノコ好きか。キノコの子。あれ？困らせないでください先輩。なーに？パスタ絡みだと困らしちゃうんで。やっぱ情熱がね強いからね。ポケロンチーノっていう。強火でちょっと焦げちゃいます。もう分かんなくなっちゃう。じゃあちょっといただきます。合うわキノコも。いやー嬉しいね。相方に振る舞う時が一番嬉しそうですもんね。確かに間違いないね。照れ合ってるんですか内藤さんとか照れてる顔見つめ合って気持ち悪い嘘の可能性もある3秒ぐらい見ちゃったいやでもねむずいな。普段だったらタイガが入れそうな感じがする。全部にいいだけど、まあ、ケーキも確かにキノコ使いそうな感じがするんだね。あ、ただ俺が結構一番初めに渋谷シンプルめって言ってたから途中で変えてきてぶっ込んでる可能性はある。なるほど。つまり分かんないってこと全部の可能性います、ね、そう。じゃあ最後発表したいと思います。わかりました。はい、罰ゲームはもう先に決めとく。そうだ、ね、そうだね。罰ゲーム決めとこう。眉毛全剃りとかそれくらいやっぱメンバーがね時間かけて作ってくれたわけですよ。それを外すってのは言語道断。じゃあメンバーを食事に連れていくわ。やったー。よっしゃ。行きたいところ選んでください。それを4人連れていきます。やったー。自腹で。自腹で、俺の自腹で。よっしゃ。じゃあ代わりに全部俺がちゃんと当てたら逆にご馳走してください。わかります。はい、はい、よし、じゃあそれで行きたいと思います。はい、はい、オルタナチャンネル。じゃあ最後の一応テイスティング1個目です。やっぱアスパラもいいね。ちょっと爽やかな感じで、2番目がシンプルな。ただニンニクが多い。うわむっぜ。うわガチでちょっと当てにくわ。で乳化の感じはこれが一番乳化してる感じがするな。色がねなんか濃いんだよね。うん、分からん。分からんのかい結果分からんで締めていいと思います。じゃあもう一つずつ当てはめていきます。はい、まず最後のキノコ。はい、これ渋谷だと。なるほど。色が濃いんですよ。でキノコは入れないと思うの普通だったらタイプ的に。でも最後変化球入れたと見てる俺は。はい、でこの兄弟のがねむずい。ただニンニク多め、こっちアスパラ入ってる。アスパラ入れそうなのどっちかって言ったら KK な感じがするんだよな。ちょっと彩りとか加えて、で盛り付けはシンプルなんだけどニンニクてっぺんに持ってって結構こだわってる感じ。2番目に食べたのがタイガ。おう、一番初めが KK かもしれない。だから本当にビビたる差の
この盛り付けとか入ってる具材の感じと、あと乳化の感じとかかなと思う。これです。だからこの並び順はもう本当に1番目2番目3番目がそのまんま、なるほど、この順できてると思います。なるほど。それでは正解発表します。はい、内藤さん残念。マジで全然違います。嘘。まず答え合わせ、1番目のパスを作ったのはどなたですか？75点です。えっ、ー、どういうこと、はい、どういうこと。ここは当たってます。あ、ここ当たってる。ここ当たってます。はい、ありがとうございます。そして2番目のパスを作ったのはどなたですか？もう分かるって、はい、うわー、ここは逆。逆です、俺が3つ。うわー、マジか。やっぱそうだよ、絶対入れないもんな。うわー、そうか、やばい。3分の1しか分かってないという。くっそー、うわ、全部当てたらキレだったな、これ。いや、でも KK のはやっぱり当たったわ。うまいよ、引きずるよ。へこんでるもんな。ずっと気にしてる。明らかに。だからずっと75点。2人も75点の、いや、よかった。いや、素晴らしいです。ありがとうございます、美味しいパスタを。いや、ということで外してしまったんで、サブちゃんでみんなで食べに行きましょう。よっしゃー。